もし。もしもし。おはようございます。おはようございます。お名前教えてください。斉藤リオです。斉藤リオちゃんかな。はい、はい、リオちゃんは何年生ですか。6年生です。はい、リオちゃんの聞きたいことはどんなことですか。とドラえもんはロボットだから1匹ですか1体ですか。はい、1匹か1体かどっちかってこと。 あと1人ですか。1人、そうだよね。ドラえもんは何て答えてほしいですか。僕は自分をロボットだとはあんまり思ってません。うん、のび太くんと一緒に兄弟みたいなお友達みたいな気持ちでいます、はい、だから今のび太くんの家に下宿している以上僕は一人って数えてほしいんですけど、うん、僕もね、僕もいつもねドラえもんのことね大親友でしょ、うん、だから一匹とか一体って言ったことないな。ドラえもんは僕の友達、人間と同じ一人ね、うん、はい、リオさん。はい、はい、一人っていうことみたいよ。希望です。でもそれはあのよそのね工場の偉い先生なんかは一体とか言います。それから悪い、うん、あんまり物を知らない人は一匹なんて言います。はい、でも僕は一人って言ってくれるのが嬉しいという希望です。リオちゃん、わかりました。リオちゃんいいでしょ。うん、わかりました。ねえ、リオちゃんも一人って呼んであげてくださいね。はい、はい、どうもありがとう。じゃあまたね。ありがとうございました。はい、どういたしまして。バイバイ、さようなら。はい、今日の全国子ども電話相談室はドラえもんとのび太くん、それから徳山正樹先生を迎えしてお送りしております。受付電話番号は東京 03-3582-1111 番です。もしもし。もしもし。おはようございます。おはようございます。お名前教えてください。青山彩子です。青山彩子ちゃん何年生ですか。4年生です。はい、彩子ちゃんの質問はどんなことですか。あの、うん、ドラえもんは、はい、ドラ焼きがとっても好きだと思うんですけど、うん、そうだよね。どら焼きの中のあんこと外の皮とどっちが好きなんですか。はい、そうね、どっちでしょうね。ドラえもんどっちが好きですか。さいこちゃん、あんあんあん、とっても大好きっていう歌のこと考えてそんな質問してるんでしょ。あの友達がそうやってクイズみたいに出して、うん、で、あんあんあんだから、はい、あんこが好きって言ったんだけど、それをそのあんこ？私のお兄ちゃんに出したら、あのね、あんあんあんでとっても大好きだからなるほど。あんこ取ったの？それね、そういうなぞなぞが流行ったのは今から20年以上前です。これはね、みんなお友達がドラえもんのこと好きでドラえもんの歌が好きだからあんあんあんってとこでそんなお話ができたんだと思うんですけど、うん、僕は本当のところ皮とあんこを一緒にあごってかじっちゃもそうやんだあれが美味しいです。そう、両方一緒でどら焼きですもんね。そうです。あんこだけだったらお汁粉でもいいです。皮だったらホットケーキでもいいです。でも舞子ちゃん、さっきの話面白いですね。お友達に面白いって言ってあげて。はい、今日ドラえもんに教えてもらったことはさやこちゃんお友達にも教えてあげてね。はい、わかりました。はい、じゃあまたね。どうもありがとう。はい、ありがとうございました。